こんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。このチャンネルでは無課金初心者の方向けのプロスペースで効率よく強くなるための情報を配信しております。今回はアニバーサリーの直後にやってくる重要な選択契約書について徹底解説やっていきたいと思います。この契約書は通常選手の中から好きな選手が選べるというような契約書なんですけども、やっぱり一部対象が限られているというところがありますので、どんな選手を取るべきなのかっていう話だったり、アニバーサリーの直後にやってくると予想されてますので、エナジーが足りない方、どっちも引けないよって方は、どっちを優先すべきなのかっていうところまで話をしていきたいと思います。ここで取る選手によって、アニバーで取る選手もね、変わってくると思いますので、アニバーで60連目取る時の参考材料にもしていただければなと思います。それではやっていきましょう。ということで、まずはじめに選択契約書とはというところから、はじめのおさらいをしていきたいと思います。こちら特別な福袋のね、50連目とかでついてくる、おまけでついてくる契約書のことで、基本的にはプロスピ何周年大感謝福袋みたいなやつの50連目でついてくるやつだったりします。で、1回だけ2000万ダウンロードの時にも1回このガチャが来ておりました。それはちょっとイレギュラーなのかわかんないんですが、最低年に1回、多くて2回っていうようなレアガチャでございますね。ガチャ内容としては10連目が S ランク確定で、30連目が、今回だとシリーズ2の G チーム S ランク確定だと思います。で、50連目でその選択契約書がついてきて、70連目はまた30連目と同じで自チームの S ランク、私立の選手が確定という感じになるかと予想されます。この契約書は好きな選手を選んで S ランクね、ゲットすることができるっていうすごくいい契約書なんですけど、やっぱちゃんと対象が一部に限られております。まず通常選手のみです。 TS や OB セレクションとかね、もちろんアニバーサリーとかも、こちらの限定リアリティの選手とかは対象外となっております。そしてシリーズ1の選手は全員 S ランク OK なんですけど、シリーズ2の選手はその福袋が登場するまでに追加されているポジション、追加されている S ランクのみとなっておりますので、ただいま9ポジション追加されておりまして、個人的には11月の6日くらいに福袋が来るんじゃないかと予想してますので、去年と同じ感じの日程で追加されてくるのであれば、ポジション追加あと1つだけ、つまり合計1球団で10人のポジション追加が行われて、その中で選べるという感じになると思われます。で、注意点としては、この契約書は普通の S ランク契約書とかそういうのと全く同じ扱いなので、普通に30日間プレゼントボックスで保管ができます。なので、その30日間待てば、ポジション追加されるんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですが、それは関係なく、とにかくガチャがね、登場するまでに追加されたポジションの選手だけが対象となりますので、おそらくその10ポジションの中で選ぶ形になるかと思われます。現時点で登場しているポジションが、先発、セカンド、抑え、野手、中継ぎ、ファースト、ライト、先発、サード。で、もう一つっていう感じですね。去年はその10ポジ目、福袋に11月の1日だったかなに来てたんですけど、その時に同じタイミングで通常がもう一ポジション追加されて、合計10ポジションっていう感じでございました。ということで、対象が限られているので、欲しい選手のポジションがぜひ追加してほしいってね、思ってくれてる方もいると思いますので、10ポジ目予想していきたいと思います。で、今回はその3つのポジションがね、やっぱり注目されてると思うので、そこについて触れていきます。やっぱりショート、センター、エースですね。特に坂本選手が欲しくてたまんないっていう方がね、多いからと思いますので、しっかり触れていきます。で、ここで僕の予想のなんか参考材料としたのが、S ランクの登場選手もそうなんですけど、A ランクの登場してる選手ですね。今回は坂本選手がね、気になる方多いと思うので、その選手を例に考えていきたいと思います。今年は10ポジション目までが対象だと思われているので、この10ポジション上から10個ですね。巨人11から巨人44ってなってるところまでが対象と、去年はなっておりました。なので去年で言うと坂本選手は対象選手、9ポジション目だったので対象となっておりましたが、ここで A ランクのね、この年のやつを見ていきますと、坂本選手は結構後ですね、20ポジション目に A ランクが登場していたという感じでございます。これ坂本選手に限らず、基本的に S ランクと A ランクの登場時期って結構話したりする傾向があるかなっていう風に感じました。このノート見ていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、この上に書いてる S って書いてるところの横の段が S ランクの登場したポジションの場所ですね。で、そのポジションの選手たちが A ランクでは何ポジション目に追加したのかを書いております。これを見ると、その10ポジション目以内に A ランクも収まってるポジションっていうのは10分の3ということで、ね、30% しかないということで、基本的に S ランクで10ポジ目に収まる選手っていうのは A ランクはかなり後で登場すると思われています。つまり何が言いたいかっていうと、すでにね、A ランクで登場してる選手っていうのは、結構後に S ランクが出る可能性が高くなってくるっていうことなので、じゃあ坂本選手が S ランクで出るには、今年ね、まだね、A ランク出てほしくないんですよね。なんですが、もうすでにね、9ポジ目で A ランクが登場してしまっているというところで、これによってショートの可能性が結構低くなってきたのかなっていうふうに個人的に感じました。
ちなみにこちらは2018年のメモなんですけど、この時はね、7ポジションだけが対象となっておりましたが、この時でもやっぱり早めに登場して S ランクの A ランクは基本後の方に出てくるって感じだったので、まあ全く同じ傾向なのかなと思うと、まあそれを考えるとやっぱ8ポジ目に A ランクの坂本選手が出て、10ポジ目にすぐね、S ランクの坂本選手が出てくる、ショートが出てくるっていうのは考えづらいのかなっていうふうに考えました。まあなので坂本選手が欲しいっていう方は、まあシリーズ1の、まあ最大 SP 3400の選手で取るしかないなっていうことになりますので、まあそこは、まあ取るべきかっていうのは、また後ほど話をしていきます。じゃあ次センターはねどうなのか、これも選択の枠内には入っていない感じでございました。まあ、過去も見ていくと、まあ、結構遅めにねセンター枠は登場しております。まあ、これはやっぱりその人気ポジションが早めに当たっちゃうとね、そのコナミさん的にもねちょっとガチャ引いてくれなくなっちゃうと困るんで、できれば人気なポジションはもう後にね登場させたいと思うはずなんで、まあ、そういう感じなのかなと。これで言うと13ポジ目にエース枠で、15ポジ目に柳田選手センター枠っていう感じで来てますね。うん、で13ポジ目以降に出てくる可能性が高いんじゃないかなと思っております。じゃあ誰が来るのか、まあ、これ正直ね予想はめちゃめちゃ難しいんでわからないんですけども、まあとりあえず投手で言えることは先発は来ないと思います。やっぱ先発は2つねもう追加されてて、中継ぎが1個しか追加されてないので、まあやっぱバランス的に中継ぎが来るのが可能性高いかなと。で野手で来るんだったら個人的にキャッチャーかななんて思ったりもしています。例年2019年も5ポジション目で選択枠内ですし、2018年でも5ポジション目選択契約書の対象となっておりましたので、その感じで来ると割と入りやすいのかななんて思ったりもしています。キャッチャーレフトそのあたりかななんて思ったりもしています。まあ、正直わかりません。はい、まあ、ということで今年はね誰を取るべきなのか、まあ、おすすめ選手紹介をしていきます。まず投手からですと、まず山岡選手ですね。まあ、今年ほぼね出場がなかったっていうところで、まあ、タイトル争いには関わらなかったので、まあ、ベストナインタイトルホルダー、まあ、今後ね1月とかに登場してくるリアリティには関わってこないというところで、まあ、しばらく取れないっていう意味ではリアタイ勢の方とかは結構欲しいのかなと思います。そして大野投手も能力ステータスも高いですし、変化球もリアタイ向きなので、かなりね皆さん欲しい方が多いかと思います。まあ、今後ね能力さらに上がりそうですけどね。そして投手3人目が千賀投手。まあ、こちらもステータス高いし、リアタイですごく強いですと。さらに通常版で取るメリットとしては、このタイピンチが残っているってとこですね。アニバーサリーではこの第3特殊能力が、アニバーサリー特有の選抜みたいな特殊能力にね、変わりますので、このタイピンチがなくなってしまう可能性が高いですと。うん。まあ、そういった点でこちらで取るメリットは、まあ、リアタイ勢の方はね、あるんじゃないかなと思います。そして野手では、まあ、一番おすすめなのがやっぱりね、鈴木誠也選手ですね。まあ、こちらアニバーサリーに登場してないというところで、確定で取るんだったらやっぱりこっちでね、取るしかないので、かなりおすすめな選手となっております。一応ライトなので、吉田選手も対象となっております。アニバーでも取れるので、まあ、どちらでも取れるような状況ですね。そしてセカンドも対象なので、浅村選手もおすすめです。こちらもアニバーでも取れる選手でございますね。特能チャンスが選抜に変わると予想されます。そして同じくセカンドの山田選手。こちらもアニバでも取れますが、こちらでも取ることができます。選球眼がおそらく選抜に変わるかなと予想されます。どっちもね、ミートが上がる特殊能力なんで、ほぼ大差はないかなと思います。で、一応ビシエド選手もおすすめであります。まあ、ただファーストは結構これから OB でかなりね、目玉選手出てくるので、まあ、そんな優先度高くないですが、どうしても現役でファーストが欲しい。で、守備もバランスがいい選手が欲しいっていうのであれば、まあ、これ称号次第でね、ミートパワー A も狙えますし、まあ、守備適性も B あるというところで、まあ、攻守ともに結構バランスがいいので、現役で欲しい方はね、ありだと思います。そして最後にシリーズ1バージョンの坂本選手ですね。まあ、ショートはおそらく対象にはならないと思いますので、まあ、シリーズ1で坂本選手が取りたいなら取るしかないということになります。まあ、こちらに関しては、ちょっとリーグメインでやってる方に関してはちょっと微妙かななんて思ってもしますけど、まあ、特にリアタイメインで頑張っていきたくて、まあ、スピード100差とかね、あんま気にしないよって方だったら全然 OK かなと思っています。やっぱりね、その確定で坂本選手取れるタイミングってこれから結構ね、レアになってくるかと思います。かなり先になると思いますので、そういった面で今のうちにゲットしておくといいかなと思います。まあ、ただし、限界突破やっぱりね、結構進められない方は微妙かなって感じですかね。まあ、超4以上とかにできるような方とかじゃないと、まあ、スピーツの面でちょっときついのかななんたり思ったりもします。まあ、スピーツ100差っていうのは限界突破2回分なので、まあ、超4にできるんだったら、まあ、シリーズ2の超2と同じくらいみたいな感じの感覚ですかね。ということで最後はアニバーサリーと選択契約書付き福袋、そちらのどちらが優先なのかというところを話をしていきます。やっぱり理想のね、このこれからのガチャの引き方はアニバーサリー60連 ×2 と選択福袋、そちら50連だと思いますが、
まあそれ全部は引けないよっていう方向けですね。例えば片方60連にして洗濯福袋と組み合わせようかなって思ってる方だったり、まあかなり少ないよっていう方だったらアニバーサリー引くか単純に洗濯を引くか、どっちかで迷う方がいるかと思います。まあこれは基本的にはアニバーサリーの方がおすすめかなと思いますが、やっぱり欲しい選手によってちょっと変わってくるかなと思います。で、それぞれメリットを考えていきたいと思うんですけど、洗濯系付け福袋、そっちを引くメリットとしては、ガチャを引く時のエナジーが、アニバーサリーでは60連なんで1500。で、洗濯の方では、50連なんで1250と考えられますので、まあ、こっちの方が一応エナジーは少なく済みます。まあ、それで狙い撃ちができるっていう点ではすごくいいかなと思います。で、そして、まあ、30連目でシリーズ2の自チーム S ランクがゲットできると思われますので、まあ、どっちかっていうと純正の方だったら割とおすすめだったりするのかなっていうふうに感じますね。やっぱり純正の人ってその球団の選手しか欲しくないのに、アニバ対象って1球団1人しかいないんじゃないですか、1個の段で。なので30連目でその他の人が当たっても別に嬉しくないってなっちゃうと思うんですよね。まあそういった点でやっぱり選択福袋、そっちだったら、まあ自チームが確実に2枚ね、ゲットできるというところで、そういう方にはおすすめなのかなと思います。そして特徴としては第3特殊能力がまあそのままだよってとこですかね。まあさっきの千賀選手の例で、特能が変わって欲しくないっていう選手がね、いるかと思いますので、そういった選手の場合だと、こっちバージョンの方が強いですよ、みたいなこともあります。では、反対にアニバーサリーの引くメリットを考えていきますと、まずはね、もう、はっきり言うと外れが少ないっていうとこですかね。正直、洗濯福袋の方は、契約書以外はね、あんまり、その嬉しいやつじゃないんですよね。まあ、その時1球団10人、つまり12球団で120人登場してる S ランクの中から、狙いを当てなきゃいけないっていう感じになっちゃうんですよね。まあ、10連目と30連目で、まあ、S は2回だけ確定で、50連目は別に何もないですかね。その契約書がついてくるだけなんで、S 確定じゃないんで、その辺考えると、狙いの選手が当てられる期待値ってのはあんま高くないのかなと。いうところですね。まあ、ですが、アニバーサリーではね、その皆さんが欲しいと思ってる選手ばかりがね、登場してきますので、どのアニバ選手が当たっても嬉しい。うん、30連目でアニバ選手が確定がありますので、まあ、そこでもう一人狙いの選手であろう選手をね、ゲットできる可能性があると。さらに確定外でもし S ランクが出た場合、まあ、そちらも多分 30% だったかな、そのくらいの確率でアニバ選手がね、出てくれるってことになりますので、そちらでもチャンスがあると。より強力選手が当たりやすいというガチャになってます。そして二つ目としては、その強力選手たちの A ランクも当てやすいってところですね。こちらも確率ちょっと忘れちゃったんですけど、20% か 30%? そのくらいで、まあ、アニバ選手が A ランクでも出るという確率になりますので、やっぱり限界突破用の A ランク集めるっていう点ではかなりね、いいのかなと思います。煙突コーチガチャが250かかるんで、まあ、そう考えるとね、まあ、それ分だよみたいな考えちゃうと、がっつりそこで A がね、当てられた人は、1500エナジーの消費でも、こっちの方がね、断然お得なのかな、なんたり思ったりもします。まあ、ここは運ですけどね。うん。で、3つ目が、その各ステータスプラス1された状態で選手が登場するということですね。まあ、それによってデフォルトで能力が A に乗っている人もいますし、まあ、称号次第で A に乗る可能性が出てくるっていう選手もいるので、まあ、その辺はいいのかなと。そんな感じですね。まあ、強いて言うなら、アニバ選手をオーダーに入れると、オートグラフっていうね、星3コンボが1人だけで発動することができるんで、まあ、そこは通常選手よりも取るべき、まあ、リーグ頑張りたい方は特にね、優先度高いのかなと思います。まあ、ただここはまあ、累計ね、イベントで1枚。あと、プレゼントスカウトで1枚アニバ選手もらえるんで、まあ、そこはまあ、誰かしら入ると思うんですけど、まあ、アニバのメリットはこんな感じなので、まあ、ということで、どちらを、ね、優先すべきかってとこでは、やっぱり基本的にはアニバーサリーがおすすめかなと思っています。まあ、千賀投手みたいな例がなければ、アニバーサリーでも、選択でも取れる選手だったら、アニバーサリーを取った方がいいのかなっていう感じですね。で、選択でしか取れない選手は選択で取るという感じかなと思います。まあ、この辺意見ちょっとわかりやすいのかな。まあ、皆さんの意見もぜひコメント欄に書いていってください。ということで本日は選択契約書について徹底解説をしていきました。まあ、知らなかった方はね、アニバーサリーじゃなくこっちに方向転換するってこともありですし、アニバーサリー60連目で誰を取るかの参考になってれば幸いです。で、さらに今後の通常現役の特別リアリティのガチャはね、あるのかってところで、ベスト内タイトルホルダーってガチャが1月から登場していきます。そちらでも一応ゲットできるチャンスあるっちゃあるので、そのベスト9のガチャで登場する選手の予想なんかもすぐね、動画で出していきたいと思います。そんな感じで無課金初心者の方向きの、まあ、プロスペースで効率よく強くなるためのガチャ対策、育成法、イベント攻略などの動画出していきますので、そういった情報をもっと知りたいなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。そして Twitter で YouTube で話してない最新情報の補足とかをツイートしてますので、そちらも気になる方は概要欄からフォローをお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。